暑い。えへへ。平気平気。いつもおかしいから。意地悪。突っ込んでよ。シクシク。モチーフが見つかったとか言ってフェンス越えてったよ。聞いてないけど、地下室だったりして。えへへ。その必要はござらぬ。手を挙げろ。いやー、先輩、熱い？シャワー浴びたい？嘘おっしゃ。シャワーを欲しておることは、その汗がはっきりと申しておる。これ、熱いと申せ。そう。あ、手が勝手に。なんでこんなに暑いんだろう。異常気象かな。私って幼児体型だな。どうしてもっと胸大きくならないんだろう。やっぱ牛乳かな。遺伝かな。揉んでもらったら大きくなるのかな。よしみ先輩、やっぱりうまいな。下書きの段階でもうまいんだもんな。なんか自己嫌悪しちゃう。平野先輩は下手だからいいけど。午後いっぱいで書き上げちゃおうかな。いい加減真面目にやんないと怒られちゃう。
校って？いやー、そんな恥ずかしいことを聞かないで。私も女の子よ。いやー、置いていかないで。いやあれながら天才と思って、まあまあまあいいから橘画伯の絵を見よ。ほとばしる才能を感じるでしょ。ご飯はちゃんと3食食べないとダメなんですよ。トムヤン君は人じゃなくて食べ物なんですよ。納豆の生き様をよく見ておくのよ。賞味期限の切れたレトルトは危険よ。お師匠さんにもらったの、すごいいい人だったんだよ。
から。私がお茶なんか立てられるの変でしょ。中学ん時男子笑いまくってたよ。そう先輩、お茶好きなの？そう。きっとそのお茶、まずいお茶だったんだね。そう、変だな。もうあげないよ。嫌な夢見ちゃった。髪の毛抜けてる。ショック。みんな寝てるのかな。いつも満月みたいな日だったらいいのに。真夜中の学校は怖い。子供の頃見た怪談映画でもそういうのあったっけ。夜のトイレも嫌。でも私はあそこへ行ってしまう。電気をつけるとパチパチンと点滅して教室の中が明るくなった。私は椅子に座りため息をついた。また一日が経ってしまった。今日何があったんだっけ。そうだ、平野先輩に昨夜どこに行ってたって聞かれたんだ。なんで気づいたんだろう。やだな。あと何をしたんだっけ。そうだ、ミキ先輩のご飯食べたんだ。おいしかったな。昼間暑かったな。シャワー浴びたから少しはマシになったけど、こんな生活あと何日だろう。9月なんかずっと来なきゃいいのに。いや、私はデッキの電源を入れた。今日もまたあれを見よう。Thank you.
ございます。こと言っていいのかな？